Tempio。皆さんこんにちは、RC データスタジオの澤です。今回は建物を紹介っていう、まあ、紹介するわけじゃないんですけど、建物の前で何か語っていこうっていう、まあ、そういうのをそのシリーズ的に始めたわけなんですけど、まあ、たまに建物見学みたいに行ってるわけなんですけど、その東京に来た時ですね、ちょっと時間空いたから寄ろうみたいな、まあ、そういうのあるわけなんですが、やっぱまあただ寄るだけっていうのもあれなんで、まあ、一個ずつまあちょっと何か、話してで建物のこともちらっと触れるみたいな、まあ、そういうやっていきたいんですけど、この建物はこの上野駅ですね、上野駅のその真ん前にあるやつで、東京文化会館ってやつなんですよね。東京文化会館ってル・コルビジェっていう、まあ、世界三大建築家の一人って言われる人の、まあ、弟子として、日本にその3人の弟子がいるわけなんですが、その中の一人でその前川邦夫さんっていう、まあ、有名な方なわけなんですけど、その方が設計した建物としてこの上野の駅の真ん前にあるっていう、まあ、そういうふうなもんなんですよね。で1961年に竣工してて、だから今大体63歳とかそれぐらいなんですよね。築60年は経ってるっていう建物なんですが、まあ、こういうふうに今もなお普通に用途をなしているというか、60歳だけど63歳ぐらい、61だから62歳なんですが、まあこういうふうに建物としてもう全然もう現役の建物として使われてるよっていう、まあそういうふうな話なんですよね。で、まあ、例えば、その、まあ、寺院とかで、まあ、使われてる建物っていうのはあるわけなんですけど、やっぱ、ああいう風なものって、まあ、柱が露出されてて、乾燥されてる状態にしないと、耐用年数が伸びないって話と、あとは部分的に、その、傷んだところを回収してって、その1000年とかっていうサイクルを乗り越えてるわけなんですが、まあ、この RC 建築の場合は、まあ、そういうことではなく、ちゃんと正しく性能として、機能しながら、まあ、100年でも、まあ、200年でも、まあ、持つっていうことが、まあ、立証されつつあるってことなんですよね。100年は立証されてるんですけど、まだ200年って立証されてなくて、日本で一番その古い建物も築120年ぐらいなんですよね。鉄筋コンクリート像っていうものが。だからまだそこまで立証されてないんですが、まあ、結構そのしっかり立ってるなって話があって、横浜にあるんですけど、まあ、この建物も築60年としてもしっかり立ってるわけなんですよね。でこの鉄筋コンクリート像の耐久性っていう話があって、どれだけ耐久性があるかって話あるんですけど、まあ、こういうふうにコンクリートっていうのを見てもまあ割と、まあ、問題ないかなって思いながら、まあ、見てるわけなんですよね。でまあ、いわゆるこの露出してるんで、まあ、こういう打ちっぱなしのコンクリート像であっても、耐久性高く、まあ、こういうふうに、まあ、60年もなっててもまだもう数十年は大丈夫そうだなって感じにはもう、もうパッと見見えるんで、まあ、100年ぐらいはまあ、普通に大丈夫だよねっていう、まあ、そういうのがまあほぼ立証されてるわけなんですよね。でまあ、こういうふうに、まあ、いろんな建物を見てて思うわけなんですけど、やっぱ建物をその後世にその残していかなきゃいけないって話があって、だこの建物がいつまで残るのかっていう中で、まあどの工法で、その後世に残すと一番残りやすいかっていうと、まあ、RC 像ってことになるわけなんですよね。この RC 像って、まあ、そのコンクリート建築だっていうふうにその皆さん思われると思うんですけど、まあこれその鉄筋コンクリート像っていう工法で、いわゆるその鉄とコンクリートが、まあ、一体になった建物だってことになるんですよね。でその、まあ、見かけがこういうふうにその全部コンクリートだから、そのコンクリートが受け持つ割合って非常にまあ大きいのかなと思うと思うんですけど、まあ、実際は構造的に半分は鉄が受け持ってるんですよね。半分はコンクリート、半分は鉄、それぞれの、材料的な特性を生かして、この鉄筋コンクリート像っていうものが作られてるわけなんですよね。分かりやすい話で言うと、2階の床ですね。2階の床とか、ほとんどコンクリートって役に立ってないんで、その荷重に対して。地震における、その箱としての剛性を作り出すときは、そのコンクリートって役に立ってるんですけど、この荷重を単純に乗せるのは、全部その鉄筋が受け持ってるんで、ほとんど意味ないんですよ、コンクリート。まあ、部分的に圧縮力かかってるから、まあ、ゼロじゃないんですけど、主に床は鉄筋が担ってるわけなんですよね。まあ、そう
ういうふうな部分の中で、まあコンクリートが受け持っているその地震に対する力、まあ、風に対する力も同じなんですけど、と同様に鉄の部分、いわゆる鉄筋ですね、鉄筋コンクリート像でいうと、まあ、鉄の棒を入れてコンクリートを流し込んでいるわけなんですけど、鉄の棒が受け持っている耐震的な部分っていうのも、これはまあ非常に多いわけなんですよ。まだそういうふうにそのコンクリートの特徴と鉄筋の特徴っていうものを組み合わせて耐久性高く作り上げたっていうのがそのコンクリート像なんですよね。いわゆるこの鉄筋コンクリート層って、あの鉄の寿命がこの建物の寿命になるわけなんです。コンクリートって基本その天然の石なんで、寿命ってほとんどあの迎えないんですよね。あ、いつまでも石だからずっと大丈夫だよって話になるんですけど、で鉄筋コンクリート層のじゃあ寿命ってどこなのかっていうと、鉄が錆びてあの腐食したタイミングが寿命だよってことになるわけなんですよ。でつまり鉄の寿命だってことになるんですよね。その意味においては、鉄骨像と同じ意味を成しているというか、鉄骨像も、鉄筋コンクリート像も鉄が寿命を迎えた時に建物の寿命を迎えるってことになるわけなんですよね。でその意味で、鉄骨像はその鉄っていう部分を塗装によって、カバーしていると、あの塗装で塗ることで、まあ、錆びにくくしているのに対し、この RC 像っていうものはコンクリートで包むことによって鉄が錆びないようにしてるってことになるんですよね。でこのコンクリートっていうのはその観点で見て、アルカリ性でできてて、いわゆる鉄が酸化することによって錆びるんで、アルカリ性のコンクリートで包むことによって極めて錆びにくくしてるっていうのが鉄筋コンクリート像ってことになるんですよ。とはいえですね、まあ、こういうふうにそのコンクリートが露出してると、まあ、例えば雨で、雨がその若干酸性だって話があって、だそういうふうに雨で打ち付けられるとコンクリートがだんだん中性化していくわけなんですよね。つまりそのアルカリ性の精度っていうものが落ちていく、だんだん中性化していくわけなんですけど、そうするとただカバーしてるだけだから鉄っていうものが酸化しやすくなっちゃうわけなんですよね。アルカリ性のコンクリートで包まれてればもう理屈の中ではもう酸化しないんで、アルカリ性で包まれてるからあの酸化するはずがないんですけど、でもその徐々にその、まあ、空気とかその雨とかによってそのコンクリートが中性化することによって、まあ、鉄っていうものが錆びやすくなってくっていう、で錆びやすくなってって、まあ、実際に錆び出してで、まあ、ある程度腐食してきたっていうタイミングが鉄筋コンクリート像の寿命だってことになるわけなんですよね。まあ、こういうふうにその説明したらその分かったと思うんですけど、あのつまりその非常に錆びにくくできてるってことなんですよ。鉄骨像って、まあ、鉄露出してるっていうのはさすがにないと思うんですけど、あの鉄を塗装でその覆ってるだけじゃないですか。それに比べてそのアルカリ性のコンクリートで覆ってあります。でこれ一体じゃあどっちが耐久性があるのかっていうのは、まあ、それはもうあの決まりきった話なんですよね。でこの決まりきった話によって、鉄筋コンクリート像の寿命っていうものは鉄骨像よりも長いっていう、まあ、そういうふうなことになるわけなんですよね。まあ、要点をまとめると、いわゆる構造特性として鉄筋コンクリート像っていうものは鉄とコンクリート双方の魅力によって一体化した材料である、 であるが、まあ、鉄の、構造的な特性っていうのを利用して、まあ、地震にも強い建築っていうのは作り上げられてるんですが、鉄っていうものを使ってるがゆえに、その鉄の寿命によって建物の寿命を迎えるってことになるんですよね。 であるが、コンクリートがアルカリ性なんで、基本的にはその鉄っていうのは錆びにくく寿命っていうものを迎えにくくできてるから、まあ、鉄骨層に比べて、まあ、当たり前のように、耐久性が高い建物ができてますっていう、まあ、こういうふうな理屈になるわけなんですよ。まあこういうふうに、まあ、60年経っても、まあ、この建物は、まあ、全然大丈夫そうだよねっていう、まあ、そういうふうな感じなんですよね。うん、まあそういうことで、まあ、たまに建物見学あのしに来たらあのそこで喋っていこうかなと思いますんで、皆さんまたぜひあの動画のシェアよろしくお願いします。